おはようございます。おはようございます。ということでね、はい、何回目だろうかね。何回目わかんないです。わからない。4回目ぐらい。3回目。いえいえ、3回目じゃないでしょう。4回目。ということでね、うん、朝1でね、はい、眠いですね。そんな眠くないでしょ。レッドブル一気飲みしマジでじゃあもうギンギンだね、目がね。ということで今日は、はい、午前中ドリームさんで、はい、打ってから、はい、午後ハーフラウンド、はい、レッスン、はい、行ってみようと思います。行ってみよう。午前中どうしますか。午前中はあーそうね、まあ、やるべきことはあるので、はい、あっちで話します。あー了解です。で午後は、うん、普通にじゃなくて、まあ、ちょっと普通にじゃなくて普通にあのシチュエーション別な感じで。そうですね、シチュエーション別で、はい、まあイエローってやったような感じ。ああ、いいっすね。いややってないんだよね、この企画でね。そういうやってないね、ない。忘れてたそれ。そうだからね、今日バンカーたくさん打てるし、多分そう打てる、そうそう打てるし、もうショットもできるし、まあアプローチとかをね中心にやっていこうかなとは思ってるんですけど、はい、はい、で頑張りますか、今日も、ね、頑張りましょう。はい、眠いね、風邪ひいてね、風邪ひいちゃってるしね。風邪ひいてんのはいいんだバカじゃなかったっていう証拠で。そうだね、よかったよでもその前の家庭がバカだけどまあ、ということでホワイトちゃんはあのまずあの皆さん見てわかるかもしれないんですけど、左膝がすごい曲がっててテイクバックでからトップにかけて左膝がこうやって曲がって右膝が伸びちゃってる状態なのね。そうするとあの何がいけないかって、こうすると左に重心がかかっちゃって、今度打つ時に右に重心がかかっちゃうわけよ。それだとやっぱ出せたりとか空振ったり、まあ、最悪な空振りもあるから、あのそういうのをちょっとなくしていって、まあ、膝の曲げ伸ばしっていうのをなくしていきましょうねっていうのをちょっとやってみましょう。曲げないです、伸ばす。この内側に入らなければいいってことですか。そんなことでもない。あ、ね、ホワイトってさ、別にさあの体がさ硬いわけじゃないから、うん、回るわけよ、そんなことやなかったって。あ、なるほど。なんであの左膝を曲げることによって重心がぶれちゃうから、それだったら曲げない方がいいよっていう話で、おじいちゃんとかさ、ちょっと体関節がさちょっと硬いとかさあるじゃん、うん、なんでそういう人っていうのは別に曲げてもいいんだけど、こういう風に曲げてほしい。曲げるんだったら内側に違う、腰の高さが変わらないように曲げるってこと。なるほど。だからこうしないってこと、こういうふうにじゃなくて、このままこう回るようにするんだったら OK。 伸ばす OK、うん、いいよ別に。あ、曲がってるって思わなくて打っちゃっていい。すごい疲れてくるとね、後半こうなるもんね。足がね、膝が流れちゃったりするから、結構それが女子特有。うん、オーケーです、うん、飛ぶよね、飛ぶようになったよね。うん、飛ぶようになった、うん、いいよ。あとは上げたら、今度はすぐ下ろそう。上げたらすぐ下ろそう。もうね、上げて当たるかなみたいな、なんかね、いろいろ考えちゃわないで当たるかなとかじゃなくて、当たるから上げたらもうすぐ下ろす、すぐ下ろす。もう考える間を与えないように、すぐに、すぐ下ろす。そう、すぐ下ろす。おー、いいね。うん、すごい。右足にかかとにボールを置いて、右足にかかとにボールを置いて。あ、いいじゃん。あ、いいじゃん、いいじゃん、今のいいと思うよ。
練習場だと当たるかなっていう不安だったりとかっていうのがすごく大きいのね。でどん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 遅くなってっちゃうのスイングが。でそうすることによって飛距離が出ないんですよ。でその練習場で遅く振って練習してった結果を、まあ、コースで使うわけじゃない。でそのコースに行った時でもよいなお不安なわけよ。だからどん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 遅くなってっちゃうの。だからやっぱり飛ばないとか飛距離に悩んでる女子っていうのはすごく多い。なんでしっかりもうだってホワイトなんて若いんだからさ、早く振れてたら振れるわけよ絶対に振ってないだけなのさ。だから振っていく中でしっかり当たるようにするっていうのはすごく大事なことかな。おっさんには早く振れっていうのは求めないと。あ、そう、もう絶対求めない。あのおっさんっていうのは男性ってこと。男性には絶対に求めない。あ、なんでかっていうと振りまくるからめちゃめちゃ。だ、ね、男性って逆なのよ。練習場とかでなんか 30% のパワーでピュッて振っといて、うん、でコースに行ったら 120% の力で振ろうとするみたいな、なんか今までの俺 の, けあのせ練習の成果みたいな。もう飛ばしたくなりますからね。そう、なんか飛ばしたくなるみたいだよね、うん、結構ね、あの女性も上げるときもパッと上げちゃった方がいいです。そのパッと上げた時の反動で振り下ろせてくるから。あ、そう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 、ね、で、ホワイトはクラブに釣られて上げてっていう時に自分も状態も上がっちゃうわけで、ブーンってそのままブーンって釣られて振っちゃうから、あの上振っちゃうわけなんで、あ、上げるときにもう状態を下に持っていくわけ。上げるときに下に、そう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 。でそのときに曲げない。そう状態だけの話、状態だけ。お、いいじゃん、今のいいんじゃないの。言ってみよう、やってみよう。おお、今日一、今日一、超いいじゃん。今日一飛んでた。いいね。9番で90ヤード飛ぶの自分じゃない？そうなの。すごくない？いい、すごい。そうだ、そうだ、そうだ。伸ばす。伸ばす。そう。OK。いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。状態を。ちょっとハーフトップ気味？ハーフトップ気味。状態を下に、下に、下に。下に、下に。下、下、下。いいよいいよ、ちょいダフり気味。もうね、ダフっても何してもいいからトップしないと。いいよいいよいいのいいの。でもこれ本当はね、ダフり防止の練習でもあるんですよ。で、なんでかっていうと、右足のかかとにボールを挟むことによって重心を少し左側に寄せてる。あ、なるほど。で、そうすることによって鋭角にボールに対して上からクラブヘッドがポンって降りてきやすい。あ、なるほど。状況を作ってるんだけど、その中でダフルホワイトちゃんっていうのはすごい。おう、ってことですね。そしたら今度は、まあ、9番ヤンを全部やっていきましょう。で、9番ヤンを、アプローチショット、ここからここまで、ここからここまで、そう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 、足よりちょっと大きいぐらい、足の幅より少し振るぐらい、そう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 。ここでちょっと打ってみよう。あのホワイトちゃん一回実践を見てみると結構なんかイメージが湧くって言ってるんですけど、先生の、あ、私がね、はい、よかったら、こっからここまでをアプローチショット、こっからここまで、本当に振ってるでしょ、でしょ、あのボールのあれ見てた方がいいよ、あの球の勢い、はい、で、ハーフスイング、ここからここまで、手がだいたい腰から腰まで、この時に、まあ、クラブヘッドがここまで行っちゃう人もいるし、この辺で止まる人もいるし、私はハーフスイングだと、まあ、ちょっと上がるぐらいだな、クラブヘッド、手よりもクラブヘッドが少し上に上がるぐらいなんだけど、まあ、その辺で止めておいた方がまあいいかな、当たる確率が増えるから。あとはまっすぐ行く、方向性も良くなるし。ほー、軽くはない。腰から腰まで。ほー、全然違うでしょ、音が。で、次にフルスイング、さっきやったよね。で、その時に必ず左膝が曲げて
え、あ、何ですか、幻、幻、幻、声が忘れてる、あ、幻、このクラブめっちゃ短い、あれをあ、アプローチ、ほら、あとちゃんとどれくらい飛ぶかっていうのを見る、ここも見たもんね、ここもそう、でその時に必ず手首を動かさない、こうやってこうやって振らない、うん、どこ行くか分かんなくなっちゃうし、あとどれだけ飛ぶか分かんなくなっちゃうから、なんで手首は動かさない、すごい飛べるの、そう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 、あとさ、ちょっと向こう見てて、ボール見ててっていうのとっていうのと、振り幅はほぼ一緒なのなんだけど、今手前、奥って言っちゃったよね、フルスピードによっても球の勢いっていうのは変わっちゃうわけの、飛距離なんで、あのリズムを一定にしましょうってことで、1、2っていうリズムはもう自分で決めていい、多分聞こえます。1、2、OK、ナイス、アイスイングがちょっとでかくなってきちゃったからもうちょっと小さくしようね。さあ、アプローチショットの時にすごい重要なのって振り幅なんですけど、この振り幅が自分で分かってないとダメ、ここまで手を上げたらクラブヘッドはここにあるっていうのが分かってないと、あの難しい、距離感がつかめにくい。じゃあ次はハウスハーフスイングやってみようか。はい、腰から腰まで、そう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 、腰まで、そうです、腰から腰まで、 OK で、絶対上振っちゃうから上げたらしっかり落とす、下振る、ダフルでもいいよ、何でもいいよ、下振ってくれ、そうだ、 OK、 ナイス、できるじゃん、足ね、気をつけてね、かかと上がんないよ、左足、はい、もうね、土台がどうでもいいっていうことはまずない、力が入ってないっていうことは絶対にないわけ、だからアプローチショットでもパターでもどんなショットでも絶対に下半身っていうのはもう地面にくっついてないからね、ふわふわしちゃダメってこと、こうやってふわふわってなって、 OK、 いいね、一番重要なのがそのリズムを言うこと、1、2っていう風に言うことによってそれが弾いてって覚えるから、そのリズム、じゃあ今日午後のラウンドでも全部言おう、はい、ハーフとかね、うん、OK、ナイス、もういいね、当たりがいいよ、じゃあ、チェンジ、はい、バランスが崩れなくてちゃんと当たるようになるよっていうお話です。そうかもしれない。すごい。